アカードは、イギリスのネットスーパー。ウェブサイト及びアプリを通じて、食品、家庭用品、ヘルスケア製品などの配送サービスをイングランド及び、ウェールズで展開する。ハートフォードシャーハットフィールドに本社を置くアカードグループ、PLC が運営している。イギリス王室御用達の美容師を祖父に持ち、ゴールドマンサックスの再建トレーダーであったティム、ステナーは、トレーダーとしては、 簡単に成功したため新しいビジネスへの挑戦を志し、30歳の時に友人のジョナサン・フェアマン、ジェイソン・ギッシングを誘い、2000年4月に会社を設立、2001年にパイロット配送を実施し、2002年1月にスーパーマーケットのウェイトローズとの提携に基づき、本格的に配送事業を開始した。ハットフィールドに中央集約型の倉庫を保有し、 開始時点で配達対象は10万世帯であったが同年内に配達エリアは220万世帯に拡大2005年に1000万世帯を突破した2006年9月にゴールドマンサックスから新たな役員を迎え2013年まで財務面での助言を受けた2010年7月に株式公開企業となったこの間 ウェイトローズを運営するジョン・ルイス・パートナーシップは、アカードのヒット株主として投資を行ってきたが、2008年11月から一部の株式を売却、2011年2月に全株式を売却した。2009年7月、iOS 版のモバイルアプリを、翌年4月に Android 版をリリース、2015年4月からは、オンラインスーパーとしては世界で 初めてアップルウォッチでの利用が可能となった。事業の拡大に伴い、2013年以降中央、集約型倉庫の増設を続けており、倉庫内部は数千台のロボットによる自動化が行われていることで知られている。ネットスーパーの運営と並行してグループ企業のアカードソリューションズが国内外の小売企業を対象としたソリューションビジネスを行っており、 米国のクローガー、イギリスのモリソンズ、フランスのカジノグループ、スウェーデンの ICA などが技術提携を結んでいる。日本では2019年11月、イオンが日本国内におけるアカードとの独占パートナーシップ契約を締結した。ありがとうございます。